今回紹介するのは、ありえないデザインという本です。魚が売れない、材木が売れない、栗の値段が安くなる一方、といった問題に対して、デザイナーである梅原さんがどんなアイデアを提示して、それを実現したかという具体例を知ることができ、とても刺激的でした。写真や図柄も豊富で、 梅原さんが何を考えどんなことをやってきたかを知るには最適な本だと思いましたこの手の人物が自分の発想をこれだけ正直に話すことはあまりないのでは基本的な考え方を持つことの重要さ自分自身の価値を見つけることの大切さを改めて考えさせられました地域に根ざして地に足のついた暮らしをしつつ 創造的な仕事に取り組んでいる梅原さんの生き方はいいなぁと思いました。以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。